あの今日はちょっと俺の夢の全部オリジナルソングでライブできるかもしれないんでね、まあでも大丈夫、一回行った時は聞きたい人いると思うんで、まあ最後歌えたら歌おうかなと思います。じゃあちょっと早速やっちゃっていいですか。やっちゃいましょう。あ、てか今日ハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。
滋賀県でやります。大丈夫、今のうちからお金貯めとこう。今のうちからお金貯めて、多分来年だから、来年の春ぐらいにするんで、今のうちにお金貯めて、もう春の予定を開けとこう。じゃあちょっと次、小さな勇気の旗っていう曲を。
ですけど、あの僕山梨県で、あの若者のすべてっていうめちゃめちゃいい曲に出会って、まあ、有名な曲じゃないですか。あれをね、まあ、恥ずかしながらね、山梨に来て知ったんですよ。んでよ、この歌めっちゃいいと思って、こんな曲作りたいって思って作った歌です。ありがとうございます。
げて、約4年間かけて日本を一周します。で、まあ、毎日路上ライブのとこやってって、どん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 成長してって、路上ライブができなくなって、で会場とかでやるようになって、その規模が大きくなって最終的にドームに行くという目標でございますけども、山梨県はその第1県目だったんですね。で、山梨でやって、最近2県目に突入しまして、今福井県にいます。でね、ちょっと今日用事があって山梨来たんで、久しぶりにちょっと山梨で路上ライブしようということで、やったらもうたくさんの方が来てくれました。ありがとうございます。まず300人の、ライブハウスでちゃんと300人人を呼ぶっていうのを目標にやってるんで、まず300人ね。まだまだ俺はしょぼいんでね、応援よろしくお願いします。それではちょっと、じゃあ山梨県でリリースした新曲というか、まあ新曲ではないか、もう「ともしび」という曲を歌っていこうかなと思います。ちなみに、ともしび歌ったら、次、僕の黒猫っていう、通報が来た。